コメントくださる方、ぜひお待ちしております。ということで早速ですが、 YMO さんこんばんは。今日もお疲れ様でした。ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、そしてですね、あと、あ、まさまささんこんばん、ゆず、ありがとうございます。こんばん、ゆず、よろしくお願いします。はい、ということでですね、もう今日ちょっとだけできるかなと思って夜やったんですけど、配信させてもらって、そう、昼ね、お昼の時間帯にもやらせてもらったんですよ。はるはるさんこんにちは、す、来てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。で、まあそんな感じの今日一日だったんですけど、のびたけさん今夜も可愛いか、お晩です、ということで、お晩です、ありがとうございます、お願いします。そしてみやもんさん、ゆすちゃん、お晩ゆすです、ということで、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、そうで、今はまさに編集してたんですけど、次の締め切りが24とか3なので、なんかすごい今焦ってやってたんですよ。で、やって、でもちょっとまだなんか今日そうだな、ちょっと心残りがあるので、あとちょっとやったら今日はそうですね、いいのかなって思ったり、なんかゆす本当にメール打つの遅いので、メールが打てない人だから、そもそもタイピングもできなくて困ってました。今よしさんこんばんは、いっちゃんかわいよ、ってことでありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。そしてうんちゃんこんばん、ゆす、来てくれてありがとうございます、お願いします。そしてバンジョンさん、やっほー、来てくれてありがとうございます、お願いします。そしてのりにいさんこんばんは、ということでこんばん、ゆす、ありがとうございます。はい、でもそうね、ちょっとだけやって、明日はゆすは3時半起きなので、ちょっとだけ寝て向かう感じになっちゃいます。そうなんですよ。あ、今日2回目だわ、ってことで、そうです、今日2回目です、ありがとうございます。で、1回目の今日の配信の時には決まってなかったというか、告示されてなかったことで言うと、明日結構急遽なんですけど、急遽福島県の郡山でオフ会があるということで急遽決まりました。で、お店も決まってました。なので、はい、ちょっとお互いにドキドキしながら、明日なんですけども、で、皆さん明日ちょっとドキドキ、無事にね、いい感じな宴みたいな感じでできたらいいなと思うんですけど、なおちさんこんばん、ゆす、ありがとうございます、よろしくお願いします。そしてありなっち、お、よ、ってことでありがとうございます、この回もよろしくお願いします。そして石黒さんこんばん、ゆす、来てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。そう、オフ会楽しそうってことで、そう、オフ会めっちゃ楽しみなんですよ。そうなんです。で、郡山でこうやってけっぱってで、ちゃんとこうね、オフ会をさせてもらうっていうのすごいレアなケースなので、皆さんと一緒に郡山で過ごせるの嬉しいなっていうふうに思っています。キョンタンの配信抜けてきたってことで、キョンちゃんはなんか、今は何してんだろう。でも今は東京にいるんかな。ね、最近キョンちゃんもバタバタでね、忙しそうなんでね。こんにちは、改めてよろしくお願いします。あ、ウユイさんお疲れ様です、ってことでありがとうございます、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、なのでちょっとなんかどうなんだろう、みんな来られる出るのかなっていう、ちょっとドキドキです。なんか18時から20時の間でやらせてもらうんですけど、明日の12時正午までの受付なので、急いでぜひ駆けつけてもらえたら嬉しいし、初めて来られる方も全然気軽に参加して仲を深めていきたいなっていう風に思ったし、あとなんだろう、リリーベには例えば間に合わないけど、でもオフ会には間に合うっていう方も大歓迎って感じです。たかたかさん2度目の訪問ありがとうございます、お願いします。あ、かつちんさんこんばん、ゆす、来てくれてありがとうございます、お願いします。配信が始まったので起きましたってことで、起こしちゃいました、すいません、みよりさん、明日もだってきっと早いと思うのにね、なのにもかかわらず起こしちゃいました。キョンタンの配信抜けてまでユスちゃん行くとは好き度が
あら、というので、あのきょんちゃんの、きょん様の配信ですからね、怒られちゃいますわ、きょんちゃんに。なんちゃって、なんちゃって、なんちゃって。あ、エルちゃん、ヤッホー、ヤッホー、今夜もよろしくお願いします。そして、赤羽さん、こんばんはイス。来てくれてありがとうございます。お願いします。まあ、そんな感じなんですよ、今日は。あ、ドラゴン、カズくん。あ、こんばんは、こんばんはイス。ありがとうございます。お願いします。そうなんですよね。いやー、ちょっと、でも昨日から私はすごいタフなんで、すごいですよ、もう。え、ずっと起きてる。でも、私、次でも、ちょっとでもさ、怖いんで、寝ちゃったら、めっちゃ朝早い、集合早いので、間に合うじゃん、起きられるかなって。一回寝たらもう永遠に寝ちゃってたらどうしようって、めっちゃ今怖いです、本当に。だからなんか、どうしよう、いつ寝よっかなって、めっちゃ思ってます。しかも今別眠くないんですよね、考えてみたら。そうなんです。自分は、スマホ2台並べてきょんちゃんも見てる。おー、万丈さん、さすがです。そうそう、二刀流だばい。全然タイプが違うと思うんで、二刀流の、この画面が。嫌じゃない？ってことで。え、私は全、なんか嫌だなと思った感情は一つもないんですけど。どうなんですかね。全然です。明日行きたかったけど仕事になってしまった別の機会にお会い、そうなんですか？残念すぎる。そっか、ね、石ころさんお会いできるかと思ったら、すごい残念ですけど、また来れるように頑張ります。お時間大丈夫なんですか？やばいですよ。この後ちょっとやること終わって、最後やること終わらせて、しかも荷造り一つもしてないので、もう絶対今日眠れないぞ、みたいな。怖いです。ここは平和だねってことで。あ、わかんないですけど、なんか皆さんがすごい平和なんですけど、でも私なんかたまに誰かがイベントやってるとルームに行くんですけど、なんか平和だなと思って見てます、人様のルームを。今夜のユシにはもう超絶めちゃ可愛すぎてつらたん、光弘さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして大佐さん、こんばんはイス。来てくれてありがとうございます。お願いします。タッカさん、2度目の方もありがとうございます。そして、光弘さん、星投げ石にはしてくれてありがとうございます。ね、明日出発なんですねってことで。そうなんですよ。早朝ですね。ね、3時半に起きれるかな、ユス。頭痛くないってことで。なんか、この生活が、ユスは、まあ、1週間続くと頭痛くなってくるんですけど、どうなんですかね。今のところは大丈夫です。怒涛の3日間なので、体壊さないようにねってことで、石ころさん優しい。ありがとうございます。そういうふうに言ってくれて。よしよしさん、こんばんは。こんばんはイス。ありがとうございます。よろしくお願いします。明日はソロも増えて、ユスてんこ盛りだねってことで、そうですね。そうそう。ユス増えると思ってなかったし、いいのかなっていう感じなんですけど、せっかくそういう機会をいただけたので、私らしいステージをちゃんとお届けできるように、なんか準備をちゃんとして明日は臨みたいと思います。なので、明日タワーレコード郡山店さんにてリリースイベント2本ありますので、どうか遊びに来てください。郡山盛りだくさんでやばいな、楽しみってことで。そうです、楽しみなことがいっぱいあるので、なんかオフ会、そう、オフ会も普段、まあ私も年末年始もそうだったんですけど、絶対的にこうテクテク歩いている場所というか、そんな感じで。大佐さんのファンレベルが8に上がりました。おめでとうございます。てか、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。そして、塩葉ちゃんのところはめっちゃいじられていたってことで。そうなんですか。どんな感じなんだろう。なんか、なんか前イベントの時ちょっと覗いたことあるけど、なんか最後の最後だったので、なんかいじってる方はね、その時は見れなかったです。なんか面白いですね。なるほど。タッカさん、こんばんは。こんばんはイス。ありがとうございます。お願いします。赤羽さんのファンレベルが5に上がってくれて、どうもありがとうございます。今月も ね、
私も iPad もミクチャやショールーム入れようかなってことで。あ、そっか、そしたら iPad のね、見やすいんね、きっとね。なんか私も iPad 使ってないんで、そういえば3時半早いですねってことで、早いですね、早くて、でもそれ荷造りも含めた3時半というか、なんかそう思って、やっぱ早めに起きとこうというのは思っている。タッカさん、新曲 MV 見ましたってことでありがとうございます。え、あの東北ラブソウルですか、え、どっちだろう、見てくれてありがとうございます。イエスちゃん、傘持って行ってねってことで、なんか雨が降るとかなんとかって言ってて、え、折りたたみで行こうかな、そしたらねー、うん。大佐さん、明日はどうしようかな。大佐さんがなんかイエスがけっぱってになってから、あの全然さ、なかなかさ、こうやってお会いできないから、あの待ってますとても待ってます。あ、オフ会郡山だけでもてんこ盛り行きたすぎますってことで、ぜひね、あの郡山にみんなが来てくれたりとか、郡山、福島、ね、東北にいらっしゃる方が、こう郡山の土に、駅前に集結してくれたら嬉しいなっていうふうにゆうさん思ってます、すごく。明日クリームボックス食べたい。え、赤丸さん、ありがとうございます。え、明日クリームボックス食べに、喫茶、あ、ほんと道順教えますけど、駅のロータリーっていうか、なんかとりあえず駅から出たら、土線のドセンターの大きい道をまっすぐ行って、ちょっと遡って、まあ、駅から徒歩15分ぐらいかければホットパンがあるんですけど、でも15分さ、なんかまあほぼほぼ雨じゃないか、雪かな、なんかとにかく寒そうな、あ、でも郡山は降水確率低いって言ってました、明日なんかそんな多分降らないんじゃないみたいな言ってたんですけど、それがでも寒いなって方は、やっぱり駅の中のお土産館の中にある、あのクリーム箱に入ったクリームボックスを買うのがいいと思います。あとは本当新幹線乗る方はニューデイズに行ったら、ニューデイズで出会えるクリームボックスが3種類か、チョコレート、いちご、プレーン、アーモンド、4種類ありますね。 CEO の名前出てこなくて笑ってた。え、そうなんですか、なんでそんなことある、え、なんでだろう、あ、ごめんなさい。まさしくユシニャン激川尽くしの一日激川読み方が激川だ、そうだ、激川ラブソウルの方です。ありがとうございます、タッカさん、見てくれて どうでしたかね、ドキドキ。ハーランさん、はじめまして、すごい、いつも新規一点よろしくお願いします、エブリデイ。明日はウィンナーイベで SNS 出没は少なそうだから寂しくしてますってことで、あ、そう、確かになんかそういう系ありますよね、やっぱ必死なんですよ、なんかもうあんまなんか空き時間もないから、もうどうしようって緊張するし、なんか私明日すごい緊張します、多分普通にソロもあるとなんかめっちゃ緊張しますね、両方、え、でもソロよりケッパってのが緊張するかな、どっちだろうねっていう、どっちですかね。明日は郡山も割とあったかいかも、この時期にしてはってことで、あ、じゃあよかったです、本当に郡山はこの間すごい刺すような寒さだったんですけど、え、なんか刺されましたよ、寒さに、うわーってなりました、うわーって、あちゃ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 、冷たいってなっちゃいました、そういう感じになったんでね、郡山、まあ、そして、うん、あー、でも郡山で、あ、そう、え、気持ちはいつでも初対面、明日は仕事が休みのホアランです、なんかキャッチフレーズ、新しいキャッチフレーズ可愛いですけど、そういうことか、明日はお仕事お休み、じゃあ明日待ってますね、そろそろ待ってます、明日タワレコ郡山さん、オフ会からでもいいですよ。ユッシャン好き、アリノッチありがとうございます。ラブソウルの方ね、のねぶたの掛け声好きだなってことで、なんかあれやるとき結構緊張します、ラセララセラって煽るときに、はぁと思って、なんか私さ、なんかさ、同じ言葉を繰り返すと分かんなくなっちゃう人なんで、ラッセラララララなんだっけってなんかなりそうになるから、結構なんかあそこ気引き締めてるんですよね、私的には。
ラララララララみたいななっちまうね。エルちゃんのファンレベルが10に、お、すごい、ついについに、よかったなってくれてありがとう、嬉しい、おめでたい、ありがとうございます、嬉しいわ。2回目やってよかったわ。昼間は暖かいけど朝晩は寒いから気をつけましょう。すごい、宮坊さんから皆さんへのメッセージ。だから福島、明日来られる方は、来てくれる方は、初めての方も気をつけましょう。現地の方は分かると思います。MV 見てて引き込まれちゃった。本当ですか、タッカさん、嬉しい。私、あ、でもまた今度話しますけど、 MV のなんか好きなポイントなどなど、嬉しいな、そう言いに言ってくださるの。やったん。まだ1回しか話したことないのにシュキシュキ会うの恥ずかしいわ。なるほど、確かに、なんかシャイですね、シャイ。まあ私もね、私の方がまあシャイな気しますけどね。ファーランさん、分かりました。え、言いましたね、絶対ですよ、絶対。絶対とか言ったっけ。うわ、でも丸餅も明日来るんでね。今月の10やっと行けた、エルちゃん本当に嬉しいよ、ありがとう。明後日までに間に合ってよかった。全然それユスも思ってた。そうそう。あ、ゆか電鉄さん、こんにちは、ありがとうございます、よろしくお願いします。いや、そうね、このあと、おお、なんかハードだな今日。今日でも一日なんか謎のハードスケジュールでした。なんか別になんか何があったってわけじゃないのに、なんかそういう時あるんで、なんかそのなんて言ったらいいんだろうな、なんかすっごい一見何にもしないように見えるのに、なんかやること多いなみたいな日あるんで、時間かかっちゃった、いろいろと。シュリの後ろに隠れてる。シュリちゃんの後ろに隠れちゃうんですか、新しい。まずは白川の席まで相場を飛ばしたい気持ち、イスニャンに会いたいすぎるからってことで、どうもです、どうもですとか言ってね、いつね、福島でね、お会いしたいですね、本当にね、本拠地で。丸餅が来るってことは、カバンタンは、カバンタン絶対いますよ、だってセットでやってきますもん、二人三脚みたいな感じなんで。え、明日郡山かみたいな感じで来ます。明日も予定が、大佐さん結局、予定入っちゃいました。そっか、わかりました、待ってます。結局、あ、ゆしちゃん、はい、タワレコを徘徊しないと、徘徊しましょう、私もうすらかすらするんで、タワレコは3話。ヨッシーさん、こんばんイス、ありがとうございます、よろしくお願いします。ヨッシーさん、会うの恥ずかしいから趣里の後ろに隠れてる、すごいですよ、なんかそんな新しいですわ、したっけ。なるほど、わかりました、わかりましたとか言って、いや、そうだね、なんか明日、待って、今思ったことがあるんですけど、このあとご飯を食べたらやばいじゃないですか。でも何か食べたい人は何食べたらいいんだろうって今めっちゃ考えましたけど、なんだべな、明日絶対移動中むくむんですもん、もうなんかそれだけが不安っていうか、本当に不安です。なんかいろんなこと、不安なことはあると思うんですけど、私はそれがすごい今から不安です。ゆうさん、初訪問ありがとうございます、お願いします。そうなんです、絶対むくむからどうしようかなって思って生きてるんですけど、明日、まあそうだね、あと忘れ物しそう、なんか大丈夫かな、頑張って、ゆか、本当にあの気を引き締めて、気をつけて、頑張ってっつって。明日は配信やらない、あ、そっか、明日何やってんだべな、その時に、なんかそのオフ会やらせてもらった後気になるなと思ってね。え、まあ、いや、やりたいけどどこでできんだべなっていう、移動中だったら暗いからもう真っ暗になっちゃうし、ラジオとかになっちゃうんかな、なことないか。お菓子爆食いしてました、フォアロンさんがですか、なんか
分けてほしい。お腹空いてきた。なんか今僕は郡山でユスニャンに恋するプロジェクトを発動させるのです。めっちゃ可愛いだからね。あの有名なプロジェクトを解明してね、ねね、可愛いすですねっていう唐突ですね。そうですかね、と思って。衣装は忘れないでね。そうですね、衣装を忘れたら椅子何も 身にまとわないで出ますわ。はい、っていうことで頑張っていうか、まあ、でも衣装、そうですね、衣装を忘れるのはおハットです。そうですよ、忘れたことはないかな。ないですね。多分荷物軽くてすぐ分かっちゃうから。忘れるとか言って、明日初めて忘れた、どうしよう、怖い、こういうの本当正夢になるからやめてくれ自分って、そういうとこだよって。ゆしちゃんが今配信してくれたおかげで10万似合った、ありがとうって言ってて、よかった本当に。遠目から眺めるか、ダメだよダメだよとか言ってダメだよとか言って、ダメですよ。フォーランさん、そっか、あの今福島のアイドル性付近にフォーランさんが住んでると思うので、ぜひ早く面と向かって真正面から喋りたいですね。ちょっといじってやろうと思います。あっぱってね、あっけっぱってね、間違えた、あっぱってね、やばい、全然今日本語をひらがなを読めてなかったです。バイズンダグリーン、あバイバイってこと。赤羽さんも、そっか寝ちゃうか、で寝ちゃうのね。今何食べたいですか。今はですね、ハンバーグとかが食べたいですけど、無理ですよね。赤 T シャツ着てうろついてる男がいたらそれは僕ですわかりやすくてめっちゃウケるじゃなくて嬉しいでした。ウケはしないです。なぜなら私も赤い T シャツを着てうすらかすらしてる女だからです。仲間ということで、キーちゃんのこと可愛がってねってことで、可愛がりますね。自分も下の階で聞こうと思います。なんで？ダメですよ。びっくりしました。今なんか衝撃的すぎて、なんてことを言うんだって思ったっけ。本人だけ忘れなければなんとかなるっしょ。わかりました。みんなもじゃあなんかお互い気をつけましょう。赤い T シャツでもいいですよつって、みつひろさん見習って、私も赤い T シャツだったら許してもらえるかな。ダメだダメだって言って。ドラゴン Z さん2度目の方もありがとうございます。グレーのパーカー着てます。僕じゃなくても僕かもしれません。確かにグレーのパーカーを着てる方はいらっしゃいそうな気がしますそっか、ファーランさん、いやでも直接なんか面と向かいたいですよね。そうですね、羨ましい。私も赤べこ、でも赤べこの赤い T シャツまだゲットしてないんですよね、そういえば。なんで黒い T シャツとか白い T シャツになっちゃってるさ、いやなっていいんですけど、なってるから。でも赤べこの赤い T シャツって真っ赤かってことか。なんかそんなんあったらいいなと思いました、私は。はい、ということで、まあちょっと明日緊張するんですけど、ちょっと準備して、ちゃんとしっかり準備してできる練習を今からでも、少しずつでも、少しでも積み込んで、積み立てて、それで明日迎えたいと思うので、明日本当皆さんにはタワーレコード郡山店さんに来てほしいです。ずっとやりたかったリリースイベントなんでね。面と向かったらユスの可愛さに照れちゃうから、絶対なんかあんま思ってなさそうなことを言ってるフォロンさんが、面と向かったらね何か始まっちゃいますからね。忘れ物なきようにね。えやばいわ、赤べこレッドの衣装素敵なデザインすぎますね。えありがとうございます、みつひろさん。1月15日はタワレコの渋谷とかでもアイドルパス発売するかなってことで、あするはずです。私が思うに絶対そうだわ。あ違う、しません、ごめんなさい、しません、ごめんなさい。タワレコードさんは1月の19日で、 HMV さんが1月18日以降だ。あのちょっと発売日が遅いんですよっていう。573573、2度目の方もありがとうございます。カバンタンに会いに行こっかなってことで、カバンタン待ってますよ。赤べこレッドの色して待ってるんでね、こうやって CD 買おうって自分の中にインしてます。
そうなんです。赤べこ T シャツ着込んでいくね。あ、赤羽さんありがとうございます。赤赤コンビだね。ねえ、あつゆさまありがとう。今日の明日の成功になってます。いや絶対成功します、大丈夫。おー、ありがとうございます。私が変なことしなければ大丈夫だ。赤べこうちにあるよ。あ、ほんと、あ、そっかそっかそっかね、赤べこさん、その赤べこさんのパワーをもらって、聞いてよかった、ありがとう。いや、こちらこそすいません、情報がね。ということで明日も頑張っていこうと思いますので、どうかよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。